マイク・ハンケは、西ドイツ・ノルト・ベスト・ファー・レンシューハム出身の、元ドイツ代表サッカー選手。奇襲人は続級クラブ所属。ポジションはフォワード。ゴールへの嗅覚に優れるだけでなく、サイドへと流れて、クロスを上げる能力も高い。ポストワークも巧みである。シャルケ・レイヨン在籍時の2004から2005シーズンには、アイウトン、サンド、アサモ・アラといった攻撃陣が揃う中で、 スーパーサブとして活躍。短い出場時間ながらシーズン通算5ゴールを挙げ注目を集めた。その活躍は当時のドイツ代表監督ユルゲン・クリンスマンの目にも留まり控え選手でありながらドイツ代表に選ばれた。翌2005から2006シーズンにはレギュラーポジションを求めてボルフスブルクに移籍。 チームの中心選手として31試合に出場し8ゴールを記録した。一時は代表から遠ざかっていたものの、ドイツワールドカップではメンバー入りし1試合のみではあるが、出場も果たしている。2014年7月、中国サッカースーパーリーグの奇襲陣はに移籍した。サッカー選手でありながら芝生アレルギーである。そのため、 なるべく肌と芝生の接触を避けるようにしている。ありがとうございます。